私は漫談したいと思います。今日はですね、工作という漫談をしたいと思います。工作、機械工作とかですね、電子工作とかいろいろありますけど、その工作という漫談をしたいと思います。私はですね、旅をしておりまして、ずーっと旅してたんですよ。そしたらですね、工作ハウスというのが出てきたんですね。で、そこにこう入っていきましてですね、で、電子工作やら機械工作をこう作りながらですね、物作りをしてたんですね。で、そうなんですけど、物書きと物作りとありますけど、まあちょっと別のその脳の使い方が違いまして、物作りというのは右脳を使う。で、物書きというのは左脳を使うなんですけども。で、まあそれで、物作りと物書きやってるんです。まあその両方するとこの右脳と左脳を使うということなんですね。で、その工作ハウスでそう作ってたんですけど、そしたらですね、不思議なファンタジーの世界にわーっと入りましてですね、ファンタジーガンというのはここに出てできましてですね、ここにファンタジーガンがこう6個できるわけなんですよ。で、ざっとこう6個の目で見通すという、まあ、不思議なんですけど、まあ、そのファンタジーの世界がわーっと広がりましてですね、で、例えば何気ない日常がですね、ファンタジーになるという、例えばですね、道歩いてるアリを見てですね、ずっと見てたらですね、アリにもこう世界観があるわけなんですね。で、植物にも世界観ありますし、その虫にもその世界観があるんですね。その一匹一匹の虫にもですね。で、人間とはまた違うように、ここから触覚がこう生えたりとかしてるっていうので、宇宙人ではないのかなと思ってるんですけども、結構地球にいる時にですね、そういう変わったその動物がですね、小さなロケットをボーッと乗りながらですね、地球に来てるんじゃないかなと思うんですけども、なぜ不思議かと言いますとですね、こう触覚がこうあるじゃないですか。その触覚がこういうの動くでしょ。動いていく時にふっ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 とどっかに話してるみたいなんですね。テレパシー触感ですね。テレパシー触感っていうか触覚ですね。テレパシー触覚ですね。テレパシー召喚じゃないし、触覚ですね。テレパシーの触覚、それで、まあ、テレパシーをしてるんじゃないかなと思って、人間にもですね、見えないその触覚がありまして、その触覚でこうバーッとテレパシーを送っているという、まあそういう不思議なこともあるんですけど、まあ他の虫にもですね、例えばこう羽が生えてる虫、これも不思議ですね。バーッとこう飛んでいくんですけども、その羽が生えてるその動物もありますし、で、まあ、その羽が生えるというのはなんか不思議な形態なんですけどね、まあ、でも人間はそんなことはできないですから、機械を作ってですね、空を飛ぶ機械を作ってわーっと空を飛ぶという、この間ですね、モビルスーツが開発されました。ほんでそのずっとそのモビルスーツをずっと開発していってモビルスーツで空を飛ぶという、まあ、だからエベレスト9秒でバーッと地上から行けるような時代もやってくると思いますね。で、その義足なんですけど、それがですね、ものすごい走り方できる義足が登場したりとかですね、あとですね、メガネがバーッとしまして、ポチッと押すとベーッと、これももう出てますけどもね、ネットにこうつながってバーッといろいろと仕事ができるという、こういうメガネももう発売してますね、サングラス。というふうにですね、近未来グッズっていうのが結構今要件出てきてまして、私も近未来グッズをその工作ハウスで作ってるわけなんですよ。で、結構いろんな工作は作れるんじゃないかなと思ってずっと作ってるんですけどね。まあそういった意味でですね、アートというか工作っていうのはすごくいいなという部分もありまして、まあ、工作を作ってるわけなんですけどね。